岩見銀山。岩見銀山は、島根県大田市にある、戦国時代後期から江戸時代前期にかけて最盛期を迎えた日本最大の銀山。現在は平山である。上日の最盛期に日本は、世界の銀の約3分の1を算出したとも推定されるが、東銀山算出の銀が、そのかなりの部分を占めたとされる。大森銀山とも呼ばれ、 江戸時代初期はサマ銀山とも呼ばれた。明治期以降は枯渇した銀に代わり、銅などが再興された。本校では、岩見銀山の概要と歴史、及び2007年に登録された、世界遺産としての未銀山についても言及する。公務役は、岩見国東部、現在の島根県大田市大森の地を中心とし、同市二馬町や湯野津町にも広がっていた。日本を代表する、 鉱山遺跡として1969年、昭和44年に国によって史跡に指定。2007年、平成19年6月28日に、ニュージーランドのクライストチャーチで開催されていた第31回世界遺産委員会で、ユネスコの世界遺産、文化遺産への登録が決まり、7月2日に、正式登録された。一般に、銀山開発においては、 銀の精錬のため大量の新炭用木材が必要とされたが、岩見銀山では適切な森林の管理がなされたことにより、環境への負荷の少ない開発がなさ。今日に至るまで銀山一帯には、紅葉樹などを含む森林が残されてきている点が特に評価されている。工術の登録までの経緯の不思算章。2007年には、日本の地質百選にも選定されている。 初期には、千の山、別名、銀峰山山頂付近で、銀鉱石の路頭の採掘が行われた。岩見銀山では、銀鉱石は、福石と呼ばれた。開発が進行するにつれ、鉱脈に沿って、地下深くに採掘が進んだが、江戸期の採掘で良質な銀鉱石は枯渇し、後年には、大蔵鉱、皇鉄鉱、宝塩鉱など鉱石を主体とする、永久鉱床採掘に移行した。 岩見銀山の発見について、岩見銀山旧記は、鎌倉時代末期の1309年、延響2年に、都央の大内博之が岩見に来訪して、北斗明剣大菩薩、北極星の託船により、銀を発見したという伝説について記してり、この頃から、ある程度の露天掘りがなされていたと考えられている。その後、大内氏が一時的に採掘を中断していた。 岩見銀山を再発見し、本格的に開発したのは、博多の大商人、神谷樹帝、博多三欠、神谷相談の祖,祖父。生については神谷、名については樹帝、樹帝とも表記されるであるとされている。会場から、山が光るのを見た神谷は、領主大内義雄の支援と出雲国谷村の銅山主、三島正門の協力を得て156年、大英6年3月、 銀、峰山の中原で地下の銀を掘り出した。吉沖の死後、大内義隆が、九州経営に気を取られている間、1530年、京六3年に、地方領主、小笠原長孝が銀山を奪ったが、3年後に再び、大内氏が奪回した。大内氏は、山吹城を構えて、銀山死後の拠点とした。1533年、天文2年8月、 神谷樹定は、博多から総王丹と、桂ツラ樹を招き海外都来の銀精錬技術である、配布機法により精錬さた。この技術で、より効率的に銀を得られるようになり、全国の鉱山に伝えられ、日本における銀産室に大きな貢献をすることになる。配布機法確立以前は、友が、浦、二馬町、馬地、沖泊、湯野津町から、鉱石のまま積み出され、博多港などで、 取引された。配布機法が広まることにより、酸化鉛の粉塵を吸い込んだ。作業員は急性、または万の鉛中毒を発症した。鉱山での劣悪な環境も、相まって、当時の甲府は短命であり、30歳まで生きられた。甲府は、お頭付きの体と赤飯で、長寿の祝いをしたほどであった。大森地内には若くして死んだ甲府たちの異例を、目的として、 各宗派の寺院が多数建てられ、皇府たちの家族構成はその多くが独身もしくは夫婦のみであったと伝えられている。1537年、天文6年、出雲の天子つ久が岩見に進行、銀山を奪った。2年後に大内氏が奪還したものの、その2年後に天子氏が岩見小笠原氏を使って、再び銀山を占領、大内氏と天子氏による、 争奪戦が続いた。大内義隆の死後は、毛利元成が天子氏との間で、銀山争奪戦を繰り広げ、1556年、工事2年、忍原崩れ、1559年、永六2年、高炉坂の戦い、1561年、永六4年から1562年、永六5年の雲平和儀を経て、最終的に毛利氏が勝利を収めて、 岩見銀山を完全に手中に収めた。そして山吹城には吉川元春の家臣森脇一郎左衛門が置かれた。同年十二月には岩見銀山を朝廷の御領所として検定する。その後1584年天正十二年に毛利氏が豊臣秀吉に服属することになると銀山は豊臣秀吉の上司である金次若狭守ると毛利氏の大官である。 全米ののの共同管理となり、秀吉の朝鮮出兵の軍資金にも充てられた。1591年、天正19年、毛利輝元は、豊臣秀吉の命により、岩見銀山をはじめとする両国の銀山を治めるため、林治町及び柳久は現世を武踊に任命した。1597年、慶長2年には輝元より秀吉に、銀3000枚、129 約 480kg が、関ヶ原の戦い直後の1600年、慶長5年の割り当てでは、もう年へと徳川家の折半となり、おのおの銀1万3000枚、ずつが、それぞれ運上されている。岩見銀山が開発された時期は、日本経済の商業的発展の時期と重なっていた。このため、精錬された配布機銀は、相馬銀と呼ばれ、 そのまま日本産銀の銘柄の一つとして、小取引に利用され、またこの、配布金銀を、譲り波状に打ち伸ばし加工された石州町銀を呼び、その後の徳川幕府による、慶長町銀は、基本通貨として広く国内、主に、西日本、東日本の高額貨幣は、金で流通したばかりでなく、明、中国、16世紀以降に来航するようになった、ポルトガル。 オランダなどとの間の交易で銀が持ち出された。特に明は、大口の小取引、兵士への給与などのため広く表量銀貨が使用され、その経済規模のために銀需要は大きかった。また、死亡役を禁止する民の解禁政策にもかかわらず、日民間の密貿易が活発となった。当時の日本の銀産出量は、世界全体の三分の一。その生産量の平均は、 年間200トン程度、内岩見銀山が38トン、1万貫程度であったと推測されているに達し、スペイン王国ペルー副王領ポトシ、ゲンボレビアのセロリコと並ぶ銀産出地として西洋でも有名になった。石州長銀は、表量貨幣、額面がなく重量で価値が決定。取引の際は必要に応じ切り分けて、使用のため、原型をとどめるものは希少であるが、 島根県は2007年までに岩見銀山の銀で制作されたとされるおとり、おさめ長銀、文禄石州長銀、ご光陽長銀を購入し、これらは島根県立古代伊豆も歴史博物館における企画展などで展示される。その印心ぶりは当時のポルトラーの地図にも記載されている。スペイン国王はイスラム圏から入手した地図を大量に持っており、自らも 地図を作成した。銀山を主中にした、大名家、大内氏、天古氏、森市、豊臣氏、徳川氏の利益は大きく銀に1万貫は米に、換算すれば100万国をくだらない収入となる。なお、イギリス船やオランダ船は日本で産出される印を、そもそもあるいは、相馬相馬と呼んでいたと言われるが、これは、銀行のある、大森地区の旧名である、様に由来するとされる。 関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は1600年、慶長5年11月に、岩見銀山の摂取のために、大久保長安と彦坂岩章を下校させ、岩見の郷野川島を中心とする地域、岩見銀山の所在地、二間郡大森を中心に、阿納郡、大地郡、長郡の四郡146河村と、美濃郡、鹿野足郡で六河村の飛び地を、幕府直轄領、 天領都市、翌1601年、慶長6年8月に、初代銀山奉行として、大久保長安を任命したなお、初代奉行については、岩見銀山旧記や、岩見銀山記文などで、大久保長安とされているが、岩見国名石港では、彦坂岩章であるとされている、岩見銀山奉行州から両人宛への書状では、大久保長安の宛名が、先となっている。 銀山開発の費用、資材、燃料などを賄うため、周辺の豪村には直轄領である、岩見銀山領、約5万石が設置された。大久保長安は、山吹城の下屋敷のあった、吉迫の陣屋で支配を行ったが、公認の竹村丹後神により、大森に奉行所が置かれた。大久保長安は山市、鉱山経営者、安原伝兵衛らを使って、 岩見銀山開発を急速に進め、家康に莫大な銀を納め衆院戦貿易の元手にもなった。1602年、慶長7年に安原伝兵衛が釜屋漢方を発見して産出された銀を家康に献上すると、家康は非常に喜び、安原伝兵衛に備中の名と身につけていた辻が花染め道服を与えた。 安原伝兵衛の釜屋漢方の発見などにより17世紀初頭に銀の産出はピークに達し、東大期によれば1602年、慶長7年の運上銀は4から5千貫に達したと言われる。その後、銀産出量は次第に減少し、1675年、遠方3年に銀山奉行の職は大森大官に格下げされた大森の奉行所は大森大官所となる。 海岸部には、炭生産のノウハウを有するタタラ経営者の製鉄工場が林立し、タタラ経営者の中には、銀採掘に使われる道具などで消費される鉄と、銀精錬のために消費される炭とは本年具や単や年具の代として供給するものもあった。2017年5月には、町年寄りを務めた家計の家屋から、江戸時代の鉱物資料標本が発見されている。当初、 産出した配布機銀は元太田氏の友が、浦や、沖きぱから船で搬出されていた。冬の日本海は、季節風が強く高校に支障が多いため、大久保長安は大森から尾道まで、中国山地を越え、瀬戸内海へ至る陸路の銀山街道、大森かすぐち -9 日市、三里町 -3 次鉱山三木尾道を整備し、尾道から京都伏見、1608年。 慶長13年に、落中の両外町に移転の銀座へ輸送するようにした。大森町にある熊谷家は幕府に上納するための抗議配付基金を天秤でかけ、改め勘定を行う掛け屋として任命され、現在、この熊谷家住宅は内部が見学可能である。幕府、大官所外では、沿道各藩により両内の豪尊に対する人的、物的負担や、 街道各村の銀輸送にあたる陣馬の負担が割り当てられたが、これらの不益は民衆から嫌気される傾向にあった。時として訴え出るものや葬儀が起こったが、この輸送は幕末まで続いた。1731年、教法16年、大家忠介の推挙により任税られた第19代大官、井戸平衛門正明は、60歳の高齢と2年と、 うの短い人気にもかかわらず、領民から芋代官として慕われ、現在の島根県だけでなく、鳥取県、広島県にも、功績を称える多くの聖徳碑が建てられている。井戸は、教法の大飢饉に苦しむ領民のため、他の地域に先駆けて、薩摩国から干渉、薩摩芋を導入して普及させ、自らの財産や裕福な農民から募った寄付で、米を買い、 幕府の許可を得ぬまま大官所の米蔵を開いて与えたり、年貢を免除、減免した後年、備中国家竿派で没死した原因として、病死説と切腹説があり、前者がおおむね定説となっているが、論議も続いている。1977年、昭和52年には、杉本その子が井戸を題材にした小説、終焉を発表している。 武蔵国で開拓や施しなどを行ってきた川崎定高、川崎平衛門は1762年に岩見国大森大館となり岩見銀山の開発に子、孫三代で携わった。岩見銀山は江戸時代前期にも日本の膨大な銀需要を支えた、どうも産出が原禄期になると次第に産出量が少なくなり江戸末期には深く掘らなければ、 銀を算出できなくなななくくり、地下水にも悩まされれが取っななっていった。1866年、慶応2年6月の第二次長州戦争において、幕府は、岩見国に、紀州藩、貧乏福山藩、浜田藩、松江藩の藩兵を出動させたが、長州軍の新発を食い止めることができず、7月に、浜田藩主、松平武志里氏は、 浜田城を脱出しその後落城した。これにより、長州軍の岩見銀山領への進撃は不可避なものとなり、最後の大森大官、鍋田三郎衛門政権は7月20日の夜に、銀山付の役人引き連れて、備中国倉敷へと逃亡し、岩見銀山の幕府支配は終焉を迎えた。以後、旧岩見銀山領は、長州藩によって支配されることとなり、 鍋田重則が逃亡した後に発生した一機は、長州藩などによって沈められた。そして、1869年、明治2年8月に、大森県が設置されたことによって、長州藩による支配は終わった。岩見銀山は1868年、明治元年の大乗官布告による民間払い下げにより、田中義太郎が経営権を取得したものの、1872年、 明治5年の浜田地震の被害を受けて、しばらく旧山となった1873年16年頃に、松江市の足立総衛門が別の工区を経営していたとも言われるが記録が少なく詳細については分かっていない。その後、1886年、明治19年からは、大阪の藤田組、後に、道和工業ら現在は、 ドアホールディングスにより再開発の試みが続けられた。藤匠は最高施設、事務所などを大森から工事国、二間町大国の永久鉱山に移したが、その頃主に採掘されていた銅の価格の暴落や、校内の環境の悪化などにより1923年、大正12年には、旧山するに至った。その後、日中戦争、太平洋戦争の最中、 軍需物資としての銅の国産化を目論んで、1941年、昭和16年より、銅の再産出を試みるものの、1943年、昭和18年の水害で鉱道が水没する、大打撃を受け、完全閉山となる。工業権は、ドアホールディングスが保有している。ドアホールディングスは、大久保カン周囲などで、 ボーリング調査を実施したが、採算が取れる鉱脈はないと判断され採鉱は見されていない。2015年現在、銀山採掘のために掘られた、漢方、マブと呼ばれる鉱動や、水抜き行が700余り確認されている。主な鉱動としては、釜や漢方、龍源寺漢方、大久保漢方、永久鉱動などが挙げられる。大久保漢方は、江戸時代から、 明治時代にかけて開発され、大久保長安が槍を持って、馬に乗ったまま入れたとされる。大久保漢方の下方に位置する金星港は、明治時代に作られた水抜き行動であり、大久保漢方内部より金星港に通じる階段を見ることができる。大久保漢方は、行動周囲に住む住民の通路としても使用され、山を抜けて反対側の学校に通学する子供たちの通学路ともなった。 大久保漢方は、江戸時代は手彫りであったが、後に、ドリルによって行動が拡大され、木製軌道が敷かれて、トロッコを用いて、鉱石の搬出が行われた。釜屋漢方は、大久保漢方のさらに上側に位置する行動で、安原伝兵によって開発されたとされる。周囲には現場で精錬を行った遺跡も、発掘されている。これらの行動は、内部で互いに接続しており、 最深部は永久坑道の標高400メートルのところから200メートル北坑道が確認されている。山頂部には路頭を掘った跡や集落の跡が残っており、当時高架だった海外製の陶器の破片などが発掘されている。坑道から搬出された鉱石のうち不要内視、ズリは周辺の谷を埋め平地を作るのに使用された。伝統が導入されるまではのに 菜種油を満たした灯りが長く使用されていた。このサザエの殻を使用した灯は、岩見銀山のマスコットキャラクターのデザインにも用いられている。岩見銀山資料館から徒歩圏内の流言寺漢方は、通年で一般公開され、内部を見学できる。2008年より、大久保漢方の内部も一般公開されたが、ツアー形式で週末のみ、限定公開となっている。 大久保漢方の見学ツアーは予約が必要だが、相手入れば予約なしでも参加可能である。当期はコウモリの越冬のために開催されていない。見学ツアーは岩見銀山世界遺産センターよりバスで10分ほど移動し、その後しばらく山中を徒歩で登る形式で開催されており、釜屋漢方や金成功の行動口なども見学できる。 岩見銀山にある歴史的な建造物や遺構は、市、県、国などによって文化財に指定、選定され保護されてきた。1967年、昭和42年に岩見銀山は、島根県から大森銀山遺跡として、県指定史跡に指定れ、さらに1969年、昭和44年には、国から岩見銀山遺跡として史跡に指定された。さらに、 大森銀山地区の町並みは1987年、昭和62年に重要伝統的建造物群保存地区、種別鉱山町として選定され、銀の積み出し港であった湯野津地区の町並みは港町、温泉町として2004年、平成16年に重要伝統的建造物群保存地区、種別鉱町、鉱山町として選定された。 また、大森銀山伝統的建造物群保存地区は2007年に、湯野津伝統的建造物群保存地区は2009年に、それぞれ選定区域を拡大している。日本政府は、東西文明交流に影響を与え、自然と調和した文化的景観を形作っている。世界に類を見ない鉱山であるとして、岩見銀山遺跡とその文化的景観の、 世界遺産登録を目指し、2001年に世界遺産登録の前提となる暫定リストに掲載し、2006年1月にユネスコ世界遺産委員会に推薦書を提出した。2007年5月、各国から推薦された世界遺産登録候補を審査するユネスコの諮問機関である国際記念物遺跡会議アイコモスが遺跡の 顕著な普遍的価値の証明が不十分であることを理由に、ミギン山は登録延期が適当と勧告した。それを受け、日本政府や地元は世界遺産への登録は極めて厳しいと判断したが、ユネスコの日本政府代表部は委員会構成国の大使や専門家に、韓国に反論する110ページにわたる英文の補足情報を送るなどして、岩ミ銀山の特徴である、 山を崩したり森林を伐採したりせず、狭い行動を掘り進んで採掘するという環境に配慮した生産方式を積極的に紹介し、巻き返しのための外交活動を展開した。結果、21世紀が必要としている環境への配慮がすでにこの場所で行われていたことが委員の反響を呼び、6月28日、世界遺産委員会の審議により、世界遺産、 文化遺産としての登録が満場一致で決定された。日本の世界遺産登録としては14件目であり、文化遺産としては11件目、産業遺産としてはアジア初の登録となる。岩見銀山が世界遺産に登録された際、海外ではその価値を疑問視する報道が相次いだ。例えばイギリスのインデペンデント紙は1970年代まで、 廃屋が立ち並んでいた大森地区は地元企業を中村レースの中村と郎らによって作られた街並み景観であることやアダプティブユース例を参照。イコモスは登録基準のいずれも満たしていないとしたが外交官を巻き込み金銭を惜しまない凄まじロビー活動を展開したことを指摘した。岩見銀山の登録に向けて日本側の代表として外交活動を引いた。 近藤誠一ユネスコ大使は2007年9月8日に島根県太田市で開かれたシンポジウムの中で銀山周辺に残る自然が逆転登録の決め手になったことを明かしている。近藤大使はアイコモスによる登録延期勧告を受け各国の政府代表などに対し岩見銀山が伐採した分だけ植林していたことと推薦書に記載していた自然に対する配慮の歴史。 自然と人間の共生を積極的に説明したところ、政府代表らの反応がよく強い手応えを感じたという。なお、岩見銀山における植林史に関しては、脇田春子の研究によるところが大きい。また、採掘精錬運搬搬出という産業としての一連の流れを表現している点も評価された。和名は、島根県教育庁文化財化世界。 遺産登録推進室による公式サイトの表記、英語表記と数字はユネスコ世界遺産センターによる世界遺産登録物件名と世界遺産登録 ID。2004年6月26日、住民を主役として官民一体で岩見銀山遺跡の保全、活用を議論するための岩見銀山共同会議が行われた。そこでは岩見銀山が 世界遺産に登録されることによる地域経済の成果を期待する声が上がる一方で観光地化による生活環境への影響を懸念する声も上がったこのように世界遺産の活用に関して住民が初めから参加しての取り組みが行われたのはアジアで初めのことでありこの会議への公募に対して120人の応募者が集まった二千五年五月十三日には 官民の連携のために、岩見銀山維持、保全活動連絡会が組織され、民間団体主導での岩見銀山の清掃活動などが行われてきた。アイコモスによる登録延期勧告が行われた直後の2007年5月28日に、近藤聖一ユネスコ大使が岩見銀山の視察に訪れた際には、地元住民たちが岩見銀山の世界遺産登録に向けた熱意を、 持っていると報道され、世界遺産登録後も、登録一周年の2008年に行われた清掃活動であるクリーン銀山のような地元住民らによる活が続けられている。このような積極的な地元住民の活動の一方で、岩見銀山は単なる穴だとして世界遺産登録に困惑しているという地元住民の声も取り上げられた。登録翌年の2008年には、 観光客は81万人に達した。しかし、岩見銀山が世界遺産に登録されて以降、観光ルートに暮らす住民らは観光客の殺到による治安悪化や騒音などの観光郊外に直面し不安の声が上がっていた。そのため、バスでの乗り入れの制限を行うなどの対応が取られたが、今度は観光客の減少が起こり、観光振興と 地域生活のバランスも課題となっている。ただ、地元の関連団体などでは、産業遺産には理解が難しいところがあるためガイドが重要であり、観光客の満足度を上げるためにも、観光客数は30万から40万人が、キャパシティ的には適切と見ている。世界遺産委員会では、岩見銀山が環境を大切にしていた鉱山で、あるという点が評価されたことから、 その観光についてもパークライドといった環境負荷の少ない観光モデルへの取り組みがやれている。また、環境負荷の少ない移動手段の導入も進められている。2012年に開催された世界遺産条約採択40周年記念、世界遺産と持続可能な開発、地域社会の役割、京都ビジョンにおいて世界遺産存続のためコミュニティの存在の重要性が、 確認された。世界遺産を維持するためのコミュニティの課題は持続可能性となる。都市部の世界遺産を除くと人口減少によるコミュニティ自体の存続低下が危惧される。そうした中で岩見銀山を含む大田市では世界遺産登録後から U ターンアイターンによる人口像が見られ宝島社の田舎暮らしの本2015年2月号で移住したい。 のの1位にに選ばれるるる。ななど、世界遺産登録地域におけるコミュニティ損率のモデルケースとなっている一方で、ユネスコはのための費用捻出方法として、世界遺産を観光資源として活用するという方針、遺産の商品化を提示しているが、岩見銀山では登録当初に比べ訪問者数が減っており、銀山作内、宮野全地区にはほとんど宿泊施設がないことから、観光客は、 日帰り訪問が多く、滞在型観光がもたらすような収益は得られていない、湯の津温泉が一泊は除く。また、前述のように移住者は増えているものの、観光関係への就業率は低いのが実情となっている。干渉地帯を含む世界遺産範囲内では、岩見銀山景観保護条例によって新たな店舗の建築が制限されており、土産物ややカフェを営むにも大森地区の 伝統家屋の外観を維持しつつの開業となり、そもそも空物件は滅多に出ることなはく文化循環、資本の循環はまだ確立していない。さらに追い打ちをかけるように上記の損壊の不死で触れた地震により漢方の崩落はなかったものの立ち入り禁止措置が取られたこともありツアーのキャンセルが相次ぐ事態となった上記二節の取り組みを受け、を維持するため、 観光客を受け入れる側が NPO 法人を立ち上げ観光のあり方を模索し、単なる物見予算ではなく観光客にも一役買ってもらうような観光、すなわちサステイナブルツーリズムとして世界遺産エリア内の山林を侵食し景観を害する竹、竹は植林市の対象外の伐採に参加してもらうなどの試みが行われている。また、大森町界隈では 史跡探訪ではなく自然観察に軸足を置き、農家民宿に泊まり、スローフードを味わい地産地消する、グリーンツーリズムも施行されている。他方、銀山桜内までの工程は徒歩に限られ、清水谷から先、流源寺漢方までは舗装されていない道もある。史跡指定で、景観、環境への配慮と応じの風情を醸成するため、障害者のためのバリアフリー化が求められるが、高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律でも遺跡は対象外であり、アクセシビリティの実現が課題となっている。イコモスは、岩見銀山の世界遺産登録に際し、文化的景観のさらなる精査と保護の確立、観光地化対策、未発掘の考古遺跡の調査と企業に覆われている、史跡の保全、今なお自然流出する鉱毒による環境汚染主として、 水質と生態系への影響、国道9号、二間湯の津道路と山陰自動車道の二間、岩見銀山インターチェンジ整備に伴う影響、環境アセスメント等に配慮するよう指摘した。しかし、銀山街道の湯の津沖泊道で、湯の津に至る途中に一新市畳が敷かれたなしの、木坂が2008年に二間湯の津道路の整備に伴い破壊され消滅した、発掘調査による、 記録保存とフード工学に基づき石畳を側道の石段として再利用はしている。同遺跡周辺は絶滅危惧種の大高三砂芝の生息域でもあった。2010年、平成22年の第34回世界遺産委員会において資産範囲の軽微な変更申請が認められた。具体的には登録時にイコモスから指摘されていた項目の是正で、 2018年、平成30年4月9日に発生した、島根県西部地震により、銀山作内のスケヒメ山の上社で、狛犬の台座が崩れ、大安寺跡では、石垣の一部が崩落するなど遺跡内の、計12箇所で石垣に被害が発生した他,他、大森地区でも古民家の土壁が崩壊し屋根瓦が落下するなどの被害が出た。世界遺産条約第5条にある、 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的、または地域的な研修センターの設置という条文に基づく来訪者施設、ビジターセンターの性及び個々の資産における説明等、情報提供を行う場所として2008年10月20日に岩見銀山世界遺産センターを銀山柵内の東部に開設した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。